海と日本プロジェクト。考える力、行動する勇気、支え合う仲間と共に成長、幸せな未来を担うガールスカウトたちが海を学びます。ライフジャケット着てるとあったかいの。人間が海へ投げ出されたり水に投げ出されたりした場合、7時間が限界ね、浮いてられるのは。主に森を舞台とした活動が多いガールスカウト。今回の舞台は子どもたちにとってあまり経験のない海。あ、いっぱい。海に来たのはとてもいい経験になりました。ガールスカウトも自分の身は自分で守るっていうのが活動の安全の基本になっております。すごい勉強になったと思っております。命を守るライフジャケットの重要性や海洋ごみ問題、海難事故をゼロにするためにはどうすればいいのかを学びます。7割から8割、内陸から川を通って流れてきて海ごみになるんですよね。離岸流に注意しましょう。岸から離れる流れ、ライフセーバーさんが簡単には助けに行けないところまでキューッと沖合が何キロという先まで流される時があります。自分が捨てた1個のゴミが環境問題、自分だけのためじゃなくて人のためにも役立つような人になってほしいと思っております。自分も周りにゴミが落ちたら拾ったりしてきれいにしていきたいなって思いました。海を学び、また成長した子どもたち、仲間と共に未来の海を守ります。海と日本。